MLB 審判エンジェル・ヘルナンデスの弁護士、ケビン・マーフィー氏がテキストメッセージで述べたところによると、彼は MLB によって強制的に辞めさせられたわけではありません、と述べた。しかし現在は FOX スポーツと MLB ネットワークにリポーターとして席を置いているケン・ローゼンタール氏によると、MLB がヘルナンデス氏に対して審判から退くことを打診し、彼がそれに同意した。MLB 側が要求した形となった、と語った。なんだか穏やかではないね。決して強制的に辞めさせられたわけじゃないぞ、と本人談。退職理由が本人都合か会社都合かみたいなもの？ MLB によって強制退団させられたわけではない。彼は強制的に退団させられたようだが、礼儀正しく退団させたようだ。強制退社させられた人が言いそうなこと、追い出された人が言いそうなことだが、これは、強制退団させられたのでなければ、間違いなく言及する必要のないものに感じる。それなら、なぜ弁護士に代弁してもらう必要があるのか。ヤクスと MLB は彼の業績不振を理由に解雇するのではなく、辞任を認めるという礼儀を尽くした。私の推測では、これはエンジェルが何かを得ることを条件とした双方の別れだった。手当かもしれないし、退職金かもしれない。彼がただで辞めるとは思わない。つまり、MLB は引退のために彼に多額の報酬を支払ったということだ。辞表を出さなければクビにする、という状況のようだ。守る氏を雇っているという事実が全てだ。厄介払いだろう。実際、私は彼に少し同情している。正直なところ、最近のどの審判もボールストライクに関しては彼と同じくらいひどい。彼の引退は、真の解決策が ABS、自動ボール判定システム、であるにもかかわらず、目立ちやすい応急処置に過ぎない。